できた。入学前に制服汚しちゃダメですよ。ねえアーニャさん、帰りにスーパーでも寄りましょうか。ねえ、あれって遺伝生？うん、横の女は母親が家政婦だろ。アーニャ先出てる。飽きた。遠くに行っちゃダメですよ。ごきげんよう、お嬢ちゃん。イーデンじゃいじめや誘拐が本当だった。そりゃいい。それじゃお嬢ちゃん、そのおっと、これは治療費も上乗せしてもらわないとな。財布を出しな、家政婦さん。所持金は全て使ってしまって残っています。とっとと田舎へ帰りな、クソメイガー。らしく振る舞うことはできなくとも、私にできることを精一杯頑張ろう。せい。ん？何してるの？入学準備です。せい。あ、せい。うん、せい。マジで不安しかない。